斉藤文造です Mac 歴37年の59歳です今回は3本指のドラッグっていうのをご紹介したいと思いますまず基本的なところで Mac のドラッグドラッグ操作について 見てみま,すまあこれはもうちょっと、まあ、言うまでもない感じですけど、まあ、アイコン表示の方が分かりやすいですねドラッグパッドでクリックしながらもう片方の指でドラッグしてやる、まあ、これが基本ドラッグ操作です まあもちろん片方の指でクリックしといてもう片方の指でドラッグするってこともできますけどまあ手がつりそうになりますしこのこん,こんな遠いとこ動かそうと思ったらしんどいですよねでまあ両手使わなきゃあかんのでめんどくさいなっていうこともありますのでまあこの3本指でドラッグできるっていうのがまあ便利やっていうことで設定していきたいと思います で、設定の仕方なんですけど、まずはシステム設定に入ります。で、ここでですね。で、驚くべきことに、トラックパッドの中ではなくて、アクセシビリティにやるんですね。Mac の設定ではもうしばしばこういうことが起こります。なんでこんなとこに置くんかなって、ちょっと、これ守備一貫してんのかなって思うんですけど、これ Windows のこと、Windows のこと、これ悪く言えるんかみたいな、まあ。Windows はね、コントロールパネルとか設定とかもバラバラですけど、 まあ以上これは Mac はこのこの一つの設定の中にいろいろ設定が押し込められてる。まあその割には各個別の、まあ、ファインダーの設定なんかもね散らばってるしどうなんでしょうか。まあそんなことはさておき。アクセシビリティのポインターコントロール。で、この中にドラッグパッドオプションっていうのがあります。 で、ここでトラックパッドを使用して、ドラッグの方法として、3本指のドラッグっていうのを選ぶと、3本指でウィンドウがドラッグできるようになります。で、ここでね、3本指ね、タッチして動かすだけで、ドラッグできるようになります。今までみたいにクリックしながら、クリックしながら動かすっていうことしなくても、 三本指で触れるだけでドラッグできるようになります。まあ、ただね、ドラッグも、もう距離近かったらいいんですよ、これ。距離近かったら、三本指でパッとこう動かせれるんですけど、仮に、仮にですよ。めっちゃ離れてる場合どうすんのか。めっちゃ離れてしまったらどうなるのか、なんですけど、 ご覧ください。あ、もう距離、距離足りませんね。もう距離足りませんよね、これ。あ、もうあかん、あかん、あかん。えて、ここで落としてしまうなんてことがあります。あ今ちょっとコントロール Z を押しましたけど、まあ、大抵の処理はコントロール Z で取り消しできます。で、それはともかく、これ足りへんときにどうすんのかっていうと、 これ、ミソは、一回、ドラッグモードに入ったら、もう指離しても大丈夫なんです。三本でずっと触ってなあかんっていうわけじゃないんです。で、それで、人差し指で、動かしてやると、こうやってドラッグできます。距離が遠かっても、ドラッグできます。もう一回やります。三本指で触れる。やったら、ドラッグモードに入る。そしたら、人差し指離せるんで、それで、ドラッグできます。 まあ、なかなかこれは便利ですね。まあ、とはいえ、マウスでやる方が、やっぱり楽かなとは思うんですけど。まあ、これはなかなか便利ですね。内容は以上です。三本目のドラッグいかがでしょうかかなり便利だとは思いますけど、設定がなんであんなにめんどくさいんでしょうかもう、Mac 使いやすいって言うけど、こういうの見たらどうかなって思ってまいりますね。 ご意見ご質問ありましたらコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。